被爆してから被害を受けた人たちが壁に自分の居場所とか家族の名前を書いたものです。島根県から訪れた修学旅行生の平和学習、案内するのは広島市立袋町小学校の6年生です。袋町小学校は爆心地から460メートルの場所にあります。あの日、児童や教職員らおよそ160人が亡くなりました。あの頃チャイムがなかったけど、太鼓を鳴らしてからチャイム代わりにしたけど、その太鼓が被爆して穴が開いた。袋町小学校の児童らにとって修学旅行生の案内は初めての体験です。平和がテーマの動画視聴やグループに分かれてのディスカッションで交流を重ねました。6年生の人はちゃんとなんでっていうか反論をしてくれて嬉しかったです。袋町小学校とか広島に来てよかったって思って帰ってほしいです。黒板とか見てその時の状況が分かってちょっと悲しくなったりして、すごいのを見れてよかったです。被団協のノーベル平和賞受賞や来年の被爆80年を受け、袋町小学校ではより一層広島の発信に力を入れたいとしています。